こう。ようこそ。おう。もう住み慣れてるな。このいい感じでさ。いい感じの。でけえソファーみたいな。肘掛け肘掛けで。雨もなんか食べ物の一部みたいな。タンパク質。でっかいタンパク質。でっかいタンパク質。見て。うわ。テレビ台を。テレビ台だ。来たのよテレビ台が。めっちゃ良くないこれ。でかっ。いやでもアマゾンでさ、うん、8000円ぐらいでこれよ。うわすげえ綺麗にやったね。でちょっともう綺麗に今だけしてるわ。ハリーポッターも。ほんですげえ。一応このテーマは、うん、一応あの組み分け防止がテレビのチャンネルになってるって。テレビが組み分け防止かぶってるみたいになってる。このテレビは日本テレビみたいな。そうそう、組み分け。アクオス、うわー。アクオス。チャンネルも変えられたから。今分けてる途中なんだな。今チャンネルグーッ絞ってる。つけるたび違うから。それしか見れないじゃん。つけてザーッ砂嵐あって、うん。テレビ東京。パッ。うわーなってみたいな。自分の銃効かねえんだな。ちょっとでもさ、はい。まあまあテレビ台買ってんじゃん。買ってる。俺も。家具買ったのよ、1個。お、増えた？増えた。見に来る。増えたっていうか、マジで焦んなきゃダメよ、もっと。いや、でももう、もう完成、ほぼ完成みたいな感じなんだけど。見に来ない。ちょっと、はい、ちょっとなかなかもう、いや、慣れないと、その、ルームウェア、なんなんこれ。これルームウェア、もう完全に、あの、なんか、あの、カラフルなやつと、うん、なんか、心落ち込んだ時とか、これで。使い分けてる、これは。なんか、履いてるか履いてないか分かんない。想像に思わせた。行こうか、これ。まあ、ちょっと見に。楽しみだな、うん、何買ったの、何が増えたの。いや、そんなことよりさ、一個気になったのが、うん、これ、こんな買ったの。これめっちゃいい。知らないんだけど。これめっちゃいいでしょ。ソファーベッド。ソファーベッド、いや、めっちゃいいけど。買ったというか、もらったっていう。誰から。いや、まだ、なんだろう、その、黒髪で髪長い人。メンヘラ JK。 清楚系ビッチってこと。やめろよ、ほんとに。まあまあ、そう、メンヘラではあると思うんだけど。いや、ちょっとあんま詳しくは聞かない。あんまそうで、詳しくは聞かん方がいい。プライバシーとかあるから、うん、多分そうで、俺よりも高いが気をつけた方がいいみたいな感じだけど。ということ。まあ、それはもう、おいおいちょっと説明して気をつけな。まあまあまあ、気をつけろ。お、見てくれ、こっからやな。うちのニュー家具。ニュー家具。ダーン、ワン、ワン、ドーン。盗んできたみたいな紹介じゃん。買ってきたよ、これもう。あ、テーブルだ。テーブル買ってきた、ほら。おお、ちょっと待って、マジで。違う違う、ダメだって、もっと焦んないと。ほら、テーブルとヨギボーしかないじゃん。はしゃいでる。ほぼ完成に近づいてるわ、完全に。あ、本当に。うん、まだでも完成してないってこと。完成はまあ、まあ、もうしてもいいんだけどさ。まあ、ていうか、うん、まずこのテーブルがないのがすごいのが、うん、ちょっと見て、まあ、とりあえずほら、座んなよ。あ、俺そこ座っていいの。ここ座っていい。このテーブルね、普通のテーブルだと思うじゃん。普通のテーブルでしょ。でん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 。すげえ。でっけえ武器見て。どうこれ、すごくない。すごっ、伸びるんだ。普段はこの大きさだけど、うん、こういう、あ、L 字にもなる。 L 字にしていろんなとこ置けんじゃん。そう、いろんなとこ置ける。人、こうやって L 字に座らせることもできる。あ、なるほどね、うん、で、真ん中でなんかバーカンみたいな感じ。そう、ここからなんかあの料理作る物出してみたいな。あ、すごっ、めっちゃいいな。ほらほらほら、今買ったな。あ、めちゃめちゃいいじゃんか、これ。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて。でもさ、めちゃめちゃ綺麗ね。めっちゃ綺麗でしょ。いや、人いっぱい来たらさ。ちょっと待って。なんかサインとかそれに書いてもらって。ちょっと待ってくれよ。おいおいおい。なんか。ちょっと。なにこれ。何？チップス。チップスなの分かる。あ、ウィルキンソンでいい？ちょっと分かんない。名前しかないけどさ。ちょっと待って、嘘でしょ。お前そんなもんしかないんだ今。お前もうこ、おいおいおい、彩ってんだ。
彩ってんじゃねえか。あの、まあ、あのハーゲンダッツとかもあるからさ全然あの好きに座ってていいからちょっと待って、いやこの光景だけ見たらさ完璧ないよ。でもちょっとあのヒゲ足がさ怖っ。今ちょっと今とこ立って、うわ怖っ、うわめちゃめちゃほら 端っこ立ってみて一回なんだよ怖っ。完璧だろ。めちゃめちゃ怖いよ。完璧なんだけどさ、なんか足んねえんだよな、うん、物もだしなんか足んない、なんか足んない。